はい、おはようございます。 The Get Ready With Me をやっていくんですけど、今日はスキンケアからやっていこうかなと思って、現在パック中でございます。すいません、いきなりこの姿で。で、今日使ってるパックからまずちょっと紹介しようかなと思っているんですけども、これ使ってますね。このドクターエルシアのオアシススージングマスクを使っております。これ多分前にも紹介したことあるんですけど、そう、すごいよくって、というかもうドクターエルシアのパックめちゃくちゃ好きなので、本当にストックしておきたいくらいなんですよ。もうだからね、なくなったら結構困っちゃうっていうぐらい、一年中使ってるパックなんですけど、そう、今日はねこのタイプで、結構保湿をしっかりしてくれるような感じのものを使っております。なんかね、シートマスクがそもそも結構柔らかい感じだから、そう、それもつけててめちゃくちゃ気持ちいいし、液もたっぷりだし、夜もするんだけど、今日はちょっと乾燥が気になってたんで、朝からパックをしておりました。ちょっともうそろそろいい感じだと思うんですけど、はい、もう少しあとちょっと待ちたいと思います。はい、パックが終わったんで少しハンドプレスしていきます。ツヤツヤなの分かりますか？まずこれだけで、この首のリンパあたりとかも結構私しますね、朝。なんかここ結構するだけで気持ちいいし、流れてる気がするんで。そしたらね、次美容液使っていくんですけど、このね2つを最近使ってて、これもドクターエルシアのもので、まずこっちの緑の方が、スキンリリーフエッセンスっていうものと、こっちがナチュラルレディアンスエッセンスっていう、この2種類があるんですけど、今日はねこのスキンリリーフエッセンスの方を使っていこうかなと思います。これはですね、結構鎮静効果が高くって、肌荒れだったり日焼けによる炎症の抑制だったりとか、おすすめの美容液らしいんですけど、最近ね結構こう赤みが気になるっていうこととかも多くって、今日はねこっちを朝は使おうかなと思ってます。こういうねスポイトタイプになってるんだけど、こんな感じ、結構ねこんな感じでとろみのあるテクスチャーなんだけど、結構さっぱりしてて馴染みやすいから、朝もね使いやすくって、まあ、美容液は私は朝でも使えますかね。これは結構これだけでもこうモチッとしてるのが伝わるかな。で、ちょっと今日今は使ってないんだけど、さっきも紹介したもう一つの方ですね、こちらのナチュラルレディアンスエッセンスというものなんですけど、こっちはねトーンアップ系のものになるんですね。ビタミンを多く含んでいて、色素沈着などによるくすみを改善してくれる美容液になってるんですけど、これはねどっちかっていうと私は夜に使うことの方が多いかな。まあ、全然両方朝夜どっちも使えるんですけど、なんか、こう夜の間に、そういう感じのものを私は使いたいかなって思うこともあって、そう、夜使うことがこっちは多いかなって感じです。まあ、全然朝使うこともあるんですけどね、はい。でもねこれもねめっちゃ良かったんですよ、本当にね。この年になってきてこうトーンアップ系のものというか、すごい大事だなっていう風に思ってきて、本当に必須アイテムですねこれも。でね、あとねこの容器見た目もめっちゃ可愛いじゃないですか。でこの容器なんですけど、これがね 100% の天然素材のガラス瓶を使用しているらしくって、リサイクルだったりクリーンビューティーを意識してるっていうのも個人的に使ってて気分が上がるポイントですかね。そしたら次これ使っていきます。これももう本当にずっと愛用してるっていうぐらいめっちゃ好きなアイテムで、これがパワーブライトニンググルタチオンクリームです。もうめっちゃよくって、ベスコスとかにも私入れたぐらいなんですけど、まあ、中身はね結構真っ白な感じのクリームなんですけど、これ使うとこう毛穴の目立ち方っていうのも変わってくるし、すごいこう白っていう感じだから、すごいなんだろう、こう真っ白な感じになるのかなって思うじゃないですか。でも全然そんなことなくって、ナチュラルにこう肌のトーンを綺麗に整えてくれたりだとか、本当にねお肌が綺麗に見えるアイテムなので、これはね結構メイク前に特に推しのアイテムかなって感じです。結構少量で伸びはいいですね。ちょっと今日取りすぎちゃったかもしれないんだけど、
こんな感じで点を消して伸ばしていく。結構こうやって見ると白っぽく見えちゃうけど、これがね馴染んでいくんですよ、いい感じに。なんかこれしない日とかもまああるんだけど、やっぱりねしてるとしてないじゃ変わってくるなっていうのも感じてますかね。仕上がり、肌の仕上がりが本当に変わってくるかもね。そんなにこうわざとらしくなくないですか、これ使ってるんだけど。でめっちゃちょっと今日取りすぎちゃった、こんなに余っちゃいました。それぐらい本当に伸びは最高ですね。そしたらね、日焼け止め次塗っていきたいと思います。こちらですね、こちらがアクアパワーサンエッセンスです。これ日焼け止め兼下地になるので、まあ私はもうさっきのまあある程度ね肌をこうさっきのクリームで、一旦綺麗に見せたので、その後この日焼け止めも入っているこちらで、化粧下地としても使っちゃっています。で私結構日焼け止めとかって、まあ、必需品じゃないですか、特に今の時期とかって。でも私日焼け止めあんまり好きじゃなくって、なんかこう独特な香りというか、すごいこうつけると重い感じがして苦手なんですけど、これがね結構みずみずしいテクスチャーで、そうこんな感じでスーッと伸びてくれる感じなんですよね。本当にね乳液みたいな感じで、さっき使ったパワーブライトニンググルタチオンクリーム、このクリームとも相性がめちゃくちゃいいので、これを使ってるっていうのもあるんですけど、そうで、あと私の結構ポイントとしてる香りっていうのも、その独特な感じとかもなくってすごくいい香りだから使いやすくって、最近もねこの日焼け止めを使ってますね。すごくない？こんなに綺麗にさっささっさ伸びるのってなかなかないんじゃないかなって私思うんですけど、しかもなんか使うとね本当にもちっとした感じがあるんだよな、ドクターエリシアのものって。はい、こんな感じ、ちゃんとツヤも残ってくれてる感じが個人的にとっても気に入ってますね。私ナチュラルメイクが好きなので全然これで十分かなって思うので、まあこの後に下地とか、まあ、他にねいろいろつけてもいいと思うんですけど、私はもうこの後そのまますぐにもう化粧下地になるので、コンシーラーに入っていきます。で使っていくのが、最近これを使ってて、ディオールのスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーですね。これを使います。もうパッパってのせていく感じで、そのままスポンジ使います。この後に、まあ、全然これじゃないコンシーラーとか使うこともあるんですけど、基本的に、この日焼け止めとかを使った後に何のコンシーラーとかそういうもの持ってきても全然馴染みもいいし相性はあったなっていうのが私は使ってて感じてるので、そこも結構いいと思います。ほらね、すごい綺麗ですよね。でパウダーですね、パウダーはイニスフリーのこれを使ってます。全部っていうよりは次眉毛を描くので、その部分とこの鼻の下あたりのみつけてますね、パウダーは軽く。そしたらね眉毛を描いていきます。眉毛はケイトですね、最近これをまた使ってます。パウダーで描くことが多いかな、割とまた最近。いつも通り眉マスカラですね、していきます。で私ちょっと順番を忘れてました、シェーディングを先にしようと思って忘れてて、本当はパウダーするタイミングの前にしたかったんですけど忘れてたんで今します。 &B の、これですね、使っていきます。そしたら次アイメイク入っていきたいと思います。アイシャドウはね今日これ使っていこうかなと思って、バントルテのアイズパレットホギーテラコッタっていう色味ですね。こんな感じの色合いなんですけど、これ使っていきます。まず一番明るいカラーをアイホール全体に入れます。そしたら次このテラコッタ系の色をですね、二重幅あたりに入れていきます。そのまま少し下まぶた、茶色っぽいカラーで目元を引き締める、アイラインを引くような感じで引いていこうかなと思います。で最後このゴールド系の色をアイホール、黒目上あたりと、下まぶたに塗っていきます。
どうだろう、結構色味可愛いなと初めて使ってみて思ったんですけど、うん、めちゃくちゃ可愛い感じ。たらビューラーですね、使っていきます。いやでもやっぱりベースが綺麗な状態で仕上がれると他のポイントメイクとかも結構うまくいく気がする。だからやっぱりそのベースなんか化粧下地何使うとかそれももちろん大事だけど、最初のスキンケアの時点で結構その日の肌に合わせてこれ使うとかいろいろやった方がいいのかななんていう風にも思ったりしますかね、個人的には。そしたらアイライン引きます。はい、アイメイク完成。次チークですね。チークこれ使います。可愛らしいちょっとピンク系なんですけど、まあ、そんなに濃くはつかないのでこれを指にとってこの辺にほんのりって感じかな。なんか今日服がこの淡いブルーを着てたんでこのくらいでいいかなと思います。ハイライトは安定のこれ、これをここら辺にまず頬あたり、もうすでに結構ツヤはね化粧下地の時点でいい感じなんですけど、高さを出したいところは使うといいと思います。では最後リップなんですけど、リップ今日ねこれ最近他の動画とかでもおすすめって言ってたんですけど、結構パキッとした感じの赤なんですけど、そうつき心地が結構軽くって気に入ってますね。これをあのほんと少量でいいです。うん、で指でちょっとこうなじませてあげるね、可愛い色ですよね。でこれにこのブラウン系のリップを少し重ねます。はい、こんな感じでメイクは完成です。そしたら髪の毛入っていこうと思います。髪の毛はまあいつも通りな感じでいいかなと思ってます。もうパパッと簡単にストレートアイロン当てるだけですかね。はい、こんな感じで前髪がめちゃくちゃ伸びたんであれなんですけど、最後にヘアスプレーします。はい、髪の毛セット終わりました。こんな感じです。お洋服はまあ最初からね着てたんですけども、今日はこの前にもこれ紹介しましたね、あのワンピースを来ております。アクセサリーは今日はまあゴールドでシンプルな感じでいいかなと思って、メイクはこんな感じで、まあ初めてアイシャドウとかは使ってみたんだけど結構いい色合いで、で何よりさやっぱりお肌の仕上がりがすごいいいんですよね。それがさっきも途中で話したけど、そうお肌の状態がいいと他のポイントメイクとかも結構うまくいくなって感じがあるので、うん、すごい大事だなって改めて思ったし、本当に綺麗じゃないですかお肌の感じね。もう本当に私ドクターエルシア様々なので、毎日朝か夜は必ず何かしらは使ってるっていうぐらいめちゃくちゃ好きなブランドだし、まあ、それだけ効果も感じられているので、2年前くらいからかな、うん、そのぐらいから本当に愛用しているスキンケアブランドですね。でまあいろいろ本当ねパックだったりクリームだったりとかもういろいろ YouTube でも紹介してきたんですけど、今日はねこのまず美容液と新しくリニューアルされた日焼け止めをメインにご紹介させていただいたんですけど、使用感本当にすごくいいので、詳しくは概要欄にあるサイトに、記載してあるのでぜひチェックしていただけたらなっていうふうに思います。本当にめっちゃおすすめなのでぜひぜひ見てみてほしいです。はい、というわけで今日はですねドクターエルシアのスキンケアアイテムを使ってスキンケアからメイク完成までの様子をお届けしてみました。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
You should see it through someone else's side.